どうもお世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。フィギュアライズスタンダードクリリンですね。前回塗装まで完了しています。ベタっとね単一色で塗装しただけなので、今回は筋肉の割れ目とか、あと衣服のねシワに影をつけて、陰影をつけて凹凸を、強調していきたいと思います。ヘアブラシで上手にグラデーションになる塗装ができたらいいんですが、私のね持ってるエアブラシではそういう繊細な塗装ができませんので、ガンダムマーカーとエナメル塗料で代用してですね、それに近い表現を、していこうと思います。はい。で、まあ、以前に似たようなことはやってまして、マッシーネン・クリーガーのウェザリングにも、ガンダムマーカーとかをね、使ったんですが、手順的にはまあ似たような感じですかね。とりあえずガンダムマーカーのリアルタッチマーカーの、イエローですね。これを溝に当たる部分に書き込んでいって、綿棒で境界線をぼかしていきます。綿棒にはエナメル塗料をね少し含ませています。マーカーが完全に乾燥すると、ぼかしなり拭き取りなどの対応がね困難になるので、一旦適当に書き込んだら乾いちゃう前に、ぼかすところはぼかす、まあ拭き取るところは拭き取るという感じで、対応していきます。綿棒にはエナメル塗料をね少し含ませてあると、先ほど言いましたけど、アクリルの溶剤だとさらにしっかり、拭き取ることができるので、まあ使い勝手の良い方をセレクトすれば、良いかなと思います。肌と衣服はリアルタッチマーカーのイエロー、帯やシャツなどはグレーを溝に、書き込んでぼかしていきました。夜食です。たらこスパゲティキムチのせ、やばい、チンしすぎたかな。麺がカピカピしてる麺がカピカピしてるわ。まあいいや、いただきます。リアルタッチマーカーだけでも陰影はつくのでいいんですが、もう少しね繊細な表現もしたいなと。リアルタッチマーカーでシャドウは表現できるんですが、まあ、明度の高い色があるわけではないので、ハイライトは表現できないんですよね。まあ、エナメル塗料のドライブラシで、ハイライトを入れていきたいと思います。はい、ハイライトなので、まあ、基本色塗装した色にね白を混ぜるなどしたもので、このままドライブラシをしていけばいいんですが、もうちょっと繊細な表現に、したいので、結局ねシャドウ部分の色から調色して、まあ、徐々に色を明るくしていく、という形を取りました。はい。で、まあ、シャドウのね、部分にもエナメル塗料を使っちゃうと、最初のガンダムマーカーは何だったんだ、的な、お話になりますけども、まあ、とりあえず、お手軽に済ます場合は、ガンダムマーカーだけでもね、成立すると思いますし、まあ、私の場合は、ガンダムマーカーでやってみたものの、結構、他にまあ思ったほど満足がいかなかったので、エナメル塗料を使ってまあより繊細な表現に、グラデーションにしたということですね。
はい、そしてまあ肌の部分は、シャドウ部分は肌色に茶色を混ぜて、ハイライトの部分には肌色に白を、混ぜました。はい、衣服の部分はシャドウ部分はオレンジプラス、黄色ですかね、それに茶色を混ぜました。でハイライトの部分はオレンジプラス、黄色に、白、さらには黄色をもう少し多く混ぜました。はい、まあ単純に明度差だけをつけて変化をつけるのではなくて、まあ色相でもね、衣服に関しては変化をつけてみました。はい、そして、帯とかシャツの部分ですね、シャドウ部分は、青に、少しだけ黒色を混ぜて、でハイライトの部分は青に白色を混ぜました。はい、ということで完成したものがね、こちらになります。まあ正直やあんまりうまくいってないなぁとも思いますけど、まあさすがにね、全くその塗装してないものと比較すると、やらないよりはね、やった方がマシでしょうくらいには、くらいにはなったかなと思います。もっとね、その明度差をつけて、コントラストのきついものにすると、よりその動画映えだったりね、写真映えするとは思うんですけど、まあ実物はもうちょっとしっかりね、陰影がついてるんですよね。まあ黒バックで撮影した写真のものが比較的ね、実物に近いのかなと思います。はい、ということで次回はね、エフェクトパーツを塗装します。あと、亀のマークとかも貼らないとダメですしね。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあよかったらね、また次回も見てください。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。